到着っと。今日は疲れただな。しっかり休んで明日からまた修行を続けよう。はい、明日もよろしくお願いします。母さん、ちょっとご飯さんのところに行ってくるよ。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの？まさかふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ行ってきます。気をつけるのよ。お待たせしました、ごはんさん。昨日はちゃんと休めたか？体調が万全じゃないと修行の効果が弱くなるぞ。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな。はい。いきなりはさすがに難しいだろうから、体を温めながらコツを教えてやるよ。準備はいいか？はい、お願いします。では戦いましょう。この時のトランクスが確か13歳だよね。13歳ということは、昔というかドラゴンボールのルーク編のトランクス、あれが10歳ぐらいだよね。その時の方が強いよ。あ、そうか、やっぱりあれだ、ベジータがいたから強くなれたっていう、そういう感じか。そりゃそうだよな、修行する相手がいないならば。そうだわ、そうか、やっぱベジータの存在っていうのはでかかったんだな。そう、ワンパンだよ。よし、これくらいにしておこうか。やっと調子が出てきたみたいだな。はい、まだまだいきますよ。スーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。怒ってみてはいるんですけど。そんな簡単にはなれないさ。気を高めて怒りを爆発させる。言葉では簡単だけど、実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。難しいんだな。はい、頑張ります。そうだ、母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました。来てくれますよね、ご飯さん。え、食事にいいのかい？ええ、もうご飯さんの分も準備してると思いますよ。そっか、じゃあせっかくだしグッズになろうかな。やった、じゃあ行きましょう。